クヨです。アオイだぜ。なんだか最近は私がアンテナを張っていないだけなのか。迷惑系 YouTuber 系のニュースをあんまり見なくなっている気がするわ。確かにニュースになるほどのものは少ないかもしれないな。そろそろ世間が迷惑系に飽きてきて需要がなくなってきたのかしら？それはどうだろうな。日本が小さな島国で私たちのところに入ってくる情報が少ないだけで海外では日本よりもひどい迷惑系たちが日夜活動を続けているぜ。そうなの？よし、それじゃあ今回は世界の迷惑すぎる YouTuber たちを5つ紹介するぜ。外国の迷惑系って規模がすごそうだわ。今回最初に紹介するのは TGF ブローだぜ。この人たちはどんな人なの？ TGF ブローはイギリス出身のジェイミー・スウィングラーとロメル・ヘンリーが2012年に開設した YouTube チャンネルだ。活動内容は主に Vlog 系、チャレンジ系、迷惑ないたずら系になっていて、2024年6月終わりの段階で登録者は約617万人いるぜ。617万人、とんでもないわね。海外の YouTuber ということで日本の迷惑系とはかなりやることの規模が桁違いに大きい。その過激さとダイナミックさでどんどん人気になっていったようだな。あっちの YouTuber は企画につぎ込むお金の使い方とかもすごそうだもんね。その様子は一部では過激なゲームの代表である。グランドセフトオートを現実にしたとも言われるほどとなっている。それはもうただの犯罪なのよ。しかしその過激さが世間ではかなり論争の対象にもなっている。実際に何度も警察のお世話になったり本人たちも骨折レベルの怪我もしまくっているそうだぜ。骨を折るって、実際にどんな動画が投稿されているのかかなり興味あるわね。動画に多い傾向としては〇〇を24時間したら気が狂った。イギリス最強の心霊スポットでかくれんぼ、〇〇を使ってメンバーを生き埋めとかが多いな。他にも車とかセメント、接着剤などを使ったものも多いみたいだ。聞いているだけでもとにかく体を張りまくっているのがわかるわ。ただこの二人、2024年1月には YouTuber を引退しているんだ。え、そうなの？理由は最後に説明するが視聴者たちが引退の原因だと思っている彼らの中でも、特に悪い意味で話題になった動画を二つ紹介するぜ。お願いするわ。一つ目がエクストリーム運転テスト。この動画は2020年3月に投稿されたもので二人に加えて、運転教官を含めた三人でテルフォード&レキンと、スタッフォードシャーなどの地域を運転する動画だ。もちろんただの運転動画じゃないんでしょ？ああ、走っている場所は土手のようになっているところが多く動画内ではとにかく荒い運転で、いろいろなところに乗り上げまくるんだ。他にも外国だから走っている車は少ないが、駐車している車にぶつけまくったりとやりたい放題になっている。マジでグラセフみたいなことやってるじゃない。そして最終的には土手に乗り上げて横転したところで終わっているぜ。日本でも有名なキャンピングカー横転動画があるけど、確かあっちは頭をホッチキスで止めるぐらいの大怪我をしてたわね。こちらは怪我の具合などは分かっていないが、この二人は動画の撮影をしてすぐに危険運転で、起訴されることになった。幸いにも自分たち以外に怪我人がいない事故だったために、1000ポンドの罰金と95ポンドの訴訟費用の支払いで済んだようだな。1000ポンドっていくらぐらい？調べてみたら20万3000円ぐらいだな。まあ金額的には物足りないけど、怪我も含めて反省にはいい塩梅なのかもしれないな。もう一つの事件は？もう一つのは電子レンジで頭をセメントで固めたという動画だぜ。タイトルからして頭悪いじゃん。これは2017年に投稿された動画でジェイミー・スウィングラーの頭を電子レンジに入れて、セメントで固めるというものだ。そんなの幼稚園児でもヤバいのわかるじゃない。そもそも呼吸は？さすがに呼吸については事前に考えていたようで電子レンジに粉状の補修用パテの水溶液を流し込みながら頭には呼吸用のホースを繋いだポリ袋をかぶっていたようだぜ。それで大丈夫なの？最初は順調にやっていた二人だったがセメントを流し終えて固まってきたあたりで異変が起こり始める。なんとセメントが固まってしまったことで最初に用意していた空気穴が塞がってしまったんだ。え、それを見越した穴を作っていたんじゃないの？ホースとポリ袋なんてセメントで簡単に塞がれちゃうでしょ。そしてこれはさすがにヤバいと焦り始めてナイフや電動ドリルでセメントの破壊を試みるが、ことごとく失敗。90分ほど頑張ったところでついには救急隊を呼ぶことになったんだ。これを大人がやっていることが信じられないわ。5人の救助隊員の奮闘によって1時間で救出することができたが、ここまでのことをしてめでたしで、終わるわけがない。後日、救助隊がツイッターにて正式に我々は本当に怒りを感じている。
5人の消防士が今日の午後、1時間かけて悪ふざけをした YouTuber を救助した。電子レンジの中でセメント漬けになり、頭が抜けなくなったんだという怒りの投稿をし、他にも司令官も直々に本当に助けを必要とする人たちの妨げになったとコメントを残しているぜ。これはみんな怒り心頭になるわよ。しかも基本的にこういった救助活動でかかった費用は請求もされないからな。てか、なんでこんな分かりきったことをしたの？救助後のコメントによると、計画ではセメントが完全に固まる前に頭を抜く予定だったらしい。でも思っていたよりも固まるのが早くて間に合わなかったということだぜ。そういうのを世間では無計画っていうのよ。こうして数々の批判にさらされ続けた彼らだが、先ほども言ったように2024年1月に活動を終了している。理由は維持するのが難しくなった。法的な観点から言えば手に負えなくなり、精神衛生上の問題、骨折、切り傷、打撲、痛みは言うまでもなく、長年にわたるあらゆるトラブルで生活が耐え難いものになっていったと言っているぜ。被害者のように言っているけれど、すべて自分たちでやらかしたことだからね。二人目に紹介するのはレミ・ガイアールだぜ。今度はどんな人なの？ガイアールはフランス出身で、もう50歳になる登録者740万人の YouTuber だ。50歳にもなって迷惑系って、まあ、そう言いたくなる気持ちもわかるが、ガイアールは他の迷惑系とは一味違うんだ。このガイアールがいたずら迷惑系として活動を開始したのは、なんと1999年からで25年も続けていることになるんだ。1999年って YouTube ができたのっていつからだっけ？2005年だな。だからガイアールは YouTuber どころか YouTube が生まれる前から趣味でいたずらをしまくって自身のウェブサイトで発信していたんだ。確かにそれはレベルが違うわ。今までのいたずらをいくつか挙げると、ゴリラの着ぐるみでバナナを買い占め、豚の着ぐるみで肉屋に抗議、力士の真似をして海で釣り人を突き落とすなどがあるな。絡まれたお店からしたら面倒くさいけど、思っていたよりはマイルドなものが多いかしら？これはまだいたずらの範囲で済むものを選んだだけだからな。他にもシンプルに迷惑な行為だと、エレベーターの中でユニットバスを再現、テトリスなど格好をして道路を進路妨害して、高速道路で渋滞を作る、店の店員にシェービングフォームを吹きつける、展示車のクラクションを鳴らし続けるなどもしている。そこまで行くと被害者が通報すれば普通に犯罪になるわね。ただこれもまだまだマイルドなものだ。これがもっとひどくなると、水族館の水槽にダイブ、警察官にエアガンで発砲、選挙の立ち会い演説会に乱入、仲間30人とパーティーショップに押しかけて商品を全てダメにするなど、かなり取り返しがつかないこともやっている。ここまでなるとさすがに笑えないわ。その中でも特に迷惑で有名になったものを3つ紹介しよう。1つ目が行動マリオカートだ。これ見たことあるわ。この人だったのね。これは読んで字のごとくマリオの格好をしたガイアールが改造したフォーミュラカーで、公道を走り回るというものだ。おそらくあちらの公道でもフォーミュラカーで公道を走るのは違反だろうが、それ以上に目に余る行為が多すぎることで世間から批判を受けまくった。何をしたの？マリオカートの再現というのは、ただ同じ格好で走るだけじゃなくて、本当にゲームであるように、接触やクラッシュをしたり、アイテムと称して亀のぬいぐるみや、バナナを投げつけたりしているんだ。そんなの直接当たらなくても避けようとしたり、後続車が踏みつけてスリップしたり、事故の原因になるじゃない。まさにその通りだ。さらには2015年の動画では、最後に警察が駆けつけて関連したと思わせてから逃走したりと、やりたい放題だ。本当に何を考えているのかしら。二つ目は本当に逮捕された泥棒サンタ動画だ。泥棒サンタ？サンタの格好をして街にいる一般人からいろいろなものを強奪するという動画だ。まあ海外ではよくあるひったくり系のいたずら動画だな。でもこれも大きな問題になったんだ。今回は何を盗んだの？車とゲームだぜ。車？ああ、それこそグラセフのように一般人の車を強奪して逃げて、その後にはおもちゃ屋に入ってニンテンドーゲームキューブを万引きしていった。ただただ普通の犯罪者じゃん。実際にこの時には車の運転手とどう収めたのかはわからないが、おもちゃ屋での万引きによって逮捕もされているぜ。いたずらもやりすぎると笑えないわよ。海外だとこんな人が人気だっていうのが信じられないわ。そうだな。こちらと倫理観が違うというのもあるが、こういう迷惑系の厄介なところはたまに、本当に笑えるだけのことをして若者の心を掴んでいくところだ。それが三つ目に紹介するスポーツ乱入事件だ。名前だけだと迷惑なだけで笑えなさそうだけど、これをやったのは YouTube が生まれる前の2002年のサッカーフランスカップ決勝でのこと。この試合では激闘の末に FC ロリアンが優勝をつかんだんだ。うんうん。
そしてチームやサポーターが優勝して歓喜に湧き上がっている中でフィールドに知らない男が一人。まさか。まさにそれこそがユニフォームを着て紛れ込んだガイアールで選手と一緒になって、喜び合いながらなんとその後に選手と勘違いしたキャスターから、インタビューまで受けてしまっていたんだ。いやいや気づきなさいよ。気づかないぐらいみんな喜んでいたということだぜ。これが後から発覚してとても良い笑い話になったんだ。またバレーボールの試合では開始前に、潜り込んで一緒に国歌斉唱までしたこともある。こういったいたずらで人々の心を掴んだことで、その後のかなり迷惑な行為も肯定してしまう人が多いんだぜ。こうやって迷惑系がはびこっていって逮捕されても一度では潰れずに舞い戻れてしまうのね。3人目に紹介するのはプリンス G だぜ。自分でプリンスとか言って恥ずかしくないのかしら。プリンス G こと、G シャンサロヤ容疑者当時30歳が事件を起こしたのは2021年1月終わりのことだ。この頃の G シャンはチャンネル登録者約16万人だったぜ。十分に多いけど、さっきまでの人たちを見ているといまいち一皮むけなくて伸び悩んでいる感じかしら。YouTube はよくレッドオーシャンと言われていて投稿者が多すぎて飽和しているような状態だ。これは日本の YouTube でも言えることではあるが外国は、それと比べ物にならないほど競争が激しくなっている。どういうこと？日本人が YouTube を見るときって基本的に内容がわかるかどうかで、日本と海外っていうざっくりとした分け方で見るものを決めるだろう？外国の動画はいくら面白いものでも何言ってるのかわからないからね。しかし海外の YouTuber たちは国単位ではなくて英語圏というとてつもなく広い範囲の、ライバルたちと戦わなければならないんだ。しかもそれが英語だった場合には、公用語ではなくても習得している人や派生言語から内容を読み取れる人も多い。なるほど。海外の YouTuber たちはそんな大きな括りでマジのトップたちと戦わなければいけないのね。だから登録者16万人も私たちが思っている以上にギリギリのラインで保っているだけなんだと思うぜ。まあ同じ言語の人が多いというのは、それだけチャンスも転がっていることにもつながるが。日本の YouTuber さんの動画でもユーザー範囲の拡大を狙って英語字幕入れている人とか結構いるもんね。そんな状況で G シャンも今の現状から脱するための企画を打ち出したんだ。どんな企画だったの？一言で言うと路上で気絶ドッキリだな。 G シャンがやったのは車の中で意識を失ったふりをして慌てる通行人や警察の様子を見てみようというものだったぜ。こんなの日本なら一発で公務執行妨害になるってわかるわ。いざ、動画の撮影の日、 G シャンは人通りの多い道路で車を止めて気を失ったようにハンドルに頭を打ちつけた。それによってクラクションが鳴り続けて異変を感じた人が警察と救急車を呼んだんだ。こうなることは簡単に想像がついたでしょうよ。ここの警察はとても優秀で到着してすぐに状況を理解して、G シャンが意識を取り戻さないのを確認すると窓を破壊して車内に乗り込んだんだ。ここでもまだネタバラシしないの？ああ、どうやらそのまま意識が戻ったふりをしながらも救急車にも乗り込んだそうだぜ。この時点で笑いの引き際間違っているし才能ないからやめた方がいいわよ。そして病院まで知人が引き取りに行って今回の事態は収束した。ここまででも十分に頭が弱いことがわかるが、さらに後日に一連の出来事を動画にして投稿して、すべて作り話だったとネタバラシをしたんだ。ここまで客観的な認識能力に問題があると怖くなってくるわ。もちろんこんなことをして許されるわけもなく25日に動画をアップして28日には行政妨害、虚偽の事故報告、迷惑行為などで逮捕されて起訴されたぜ。順当。まあ、結局は釈放されることになったんだが、この動画をめぐって逮捕しろなどいろいろな批判がされまくった。他にも煽り目的で登録者100万人を目指そうとかも言われていたが、この動画に関しては本人たちも間違いを認めているぜ。もっと前に気づけるタイミングがあったでしょ。でも本当だったらこの一件で潰れてほしかったんだが、逆に一気に良くも悪くも注目が集まってしまったみたいなんだ。その結果、2024年現在は登録者158万人となってしまっているぜ。納得いかないわ、腹が立ってきた。まあまあ、落ち着いてくれ。ここで終わったなら胸クソ悪い話だが今の G シャンの状態を、実際にチャンネルに行ってみてきてほしい。確かに登録者は多いが、半年以内の動画はどれも3000再生ほどだ。明らかに人気は落ち込んでいるぜ。あら？どうやら TikTok に舞台を移して登録者も多いみたいだが単価やいいね数と、コメントを見ても絶頂期よりも明らかにかなり収入は低くなっているだろう。収益があることすら腹立たしいくらいよ。このまま一気にしぼんでいってくれることを願うわ。4人目に紹介するのはタナークックだぜ。
この人の登録者は？覗いてみたら 6.45 万人ぐらいで、まだまだこれからなチャンネルだな。しかし、このチャンネルは今までの中で一番ヤバい事件を起こしているぜ。一体どんな動画を投稿したの？タナーはクラスファイドゴーンズ隠されし悪党どもというチャンネルを運営して、迷惑動画を投稿しまくっていた。そして今回の動画の企画は、フードデリバリーの配達員に絡んでみようというものだったんだ。企画としてはそこまで奇抜じゃなさそうだけど、相当悪質な絡み方をしたのかしら。動画が撮影されたのは2023年4月のアメリカバージニア州スターリングにある、ショッピングモールでのこと。当時フードデリバリーの配達員をしていて、商品を受け取りに来た、アランさん31歳に絡んでいった。その絡み方というのが、身長 190cm 超えるターナーが、無言で近づいて延々とスマホ画面を見せつけるというものだ。それだけ聞くと何をしたいかマジでわからないわね。でも 190cm の人が近づいてくるだけで相当の恐怖だわ。また見せつけているスマホでは、Hey Dicks, Quit Thinking About My Twinkle という音声を流し続けていたらしい。どういう意味？意訳すると、おい、この野郎、俺の輝くものについて考えるのをやめろって感じだな。輝くものっていうのが下ネタ的なことを言っているのかもしれないが、ほぼ意味のないことを言っているだけだから、考えるだけ無駄だぜ。アランさんからしたらただただ恐怖だったでしょうね。そんな感じで無理やり近づくタナーと説得を試みるアランさんで押し問答が続いていた。しかし、アランさんのある行動によって事態は思わぬ結果になってしまうんだ。ある行動って？パニックになったアランさんは、なんと懐から護身用の拳銃を取り出したんだ。それを見て驚いたタナーだったが、もう遅い。アランさんの拳銃から撃ち出された弾はタナーの左胸の下を貫いたぜ。ええ？その音を聞きつけたショッピングモールの人々は騒然として大きなパニックが起きた。そして駆けつけた警察によってアランさんは逮捕されてしまったぜ。え、アランさんが逮捕されてしまうの？まあ、事実として銃を撃ったのはアランさんだからな。どんな経緯があるにしても、この場で逮捕されてしまうのは仕方がないぜ。撃たれたタナーはどうなったの？幸いにも命に別状はなかったみたいだぜ。アランさんは公共の場で発砲したことや、故意の傷害を意味する過重故意傷害などの容疑で裁判にかけられた。しかしそこでアランさんと、弁護士は 190cm を超える長身の男が迫ってくる恐怖から起こした正当防衛の行動であったことと、被害者も悪質な動画を撮影しようとしていたことを主張した。日本の裁判員制度だったら満場一致で無罪になると思うわ。5時間にも及ぶ審議の結果、アランさんの正当防衛は認められて、傷害に関しては無罪になった。傷害に関してはっていうのは？事件として見た時に怪我をさせたことと、公共の場で拳銃を撃ったというのは、別扱いになってしまうんだ。無罪になったのは前者の怪我をさせたことだけなんだ。他の一般人とかまで被害があったかもしれないとか考えてしまうと、簡単に全面無罪にはできないのね。この事件が起きたのが4月、一旦無罪になったのが9月の終わり。それ以降の情報は日本のネットには載っていなかったからわからないぜ。無事に無罪になっているといいわね。それで撃たれた方は今は何してるの？撃たれた方は今でも YouTuber を続けているぜ。というか、撃たれて回復した段階で、これは神が選んだ結果なのでもう気にしていない。とかいう何様なんだかわからないコメントをしていたぜ。頭の問題なのか、シンプルに性格の問題なのかだけはっきりとしてほしいわ。個人的には遺伝説を推したいぜ。遺伝？この一件に関してはタナーの両親もコメントを出しているんだ。タナーの母親は、息子の命があることに感謝しています。それ以外はどうでもいいと言っている。さらに父親もテレビ番組で面白おかしく取り上げられた際に、多くの人が番組を見て笑い、私たちの元にも息子がいなくなっていればいいという、心ないコメントもたくさん来ました。とても危険な社会ですと言っていたぜ。本当になんで被害者のスタンスで話せるのかしら。そもそもあなたたちの息子が、いたずらで人を脅すなんてことしなければ、相手の人は無駄な罪をかぶらずにいられたのよ。それを息子が無事ならそれでいいとか、危険な社会だとか言っているが、怖いのは息子だし、本当だったら原型嘆願を願い出てもいいぐらいだぜ。親子揃って常識がずれまくっているわ。ちなみに最初にも言ったけど、 6.45 万人ぐらいのチャンネルで活動を続けている。ちなみに当時は5万そこそこだったから、こんなことがあっても1万人も増えていない計算だな。もうすでにそこが見えてるじゃない。今回最後に紹介するのはジャルボ69だぜ。もうさっきの人でお腹いっぱいなんだけど。まあ、そう言わずにもう少しだから最後まで聞いてくれ。このジャルボ69という人物は、自称コメディアンの迷惑 YouTuber で、本名をダニエル・ジャービスというらしい。登録者は？ 20.7 万人ほどだな。
コメディアンってことはみんなが笑える幸せないたずらをしているのかしら。全くそんなことはない。むしろ海外からは迷惑や炎上でしか。話題が取れない奴がコメディアンを名乗るなと言われるほどだぜ。そこまで言われるってよっぽどのことをしているのかしら。このジャービスは何年か前に日本でも少し話題になったこともあったんだ。それが2021年11月6日にあったラグビーの試合でのこと。スポーツの試合っていうと二人目に紹介したガイアールさんが乱入したりとかしてたわね。今回もまさにそれと全く同じだ。このジャービスも試合にひっそりと潜り込んで、選手に混ざるといういたずらをしたんだぜ。完全に紹介した順番の問題なんだろうけど、ガイアールさんのパクリに見えちゃうわ。まあ、実際に迷惑系として圧倒的に有名なガイアールからネタを、もらっているんじゃないかって意見もネットでは多いぜ。迷惑系でパクリでコメディアンを名乗っているってかなりひどいわね。ジャービスが乱入したのはラグビー日本代表対アイルランド代表のテストマッチが行われた試合。アイルランドダブリンのアビバスタジアムで行われたものだ。乱入はどのタイミングでしたの？乱入したのは試合前の国歌斉唱のタイミングだな。スタジアムの最前列の席を取って、座っていたジャービスは君が代が流れる時に着ていたジャンパーを脱いでフィールド内に入っていった。ご丁寧なことに日本代表と同じユニフォームにジェルボ69という名前まで書かれていたぜ。他の選手たちは気づいたの？ジャービスに真横に並ばれた田村選手は気づいて不審そうにする素振りを見せていたが、試合に集中しているし中継もされているため何もできなかったぜ。選手たちはあくまでも試合をしに来ただけで、スタッフの顔とか全体の流れとかを知ってるわけじゃないもんね。ただこの試合の時にはスタッフが異変に気がついて、すぐに3人ほどでジャービスをフィールドから連れ出すことができた。でも何かあったことは観客や選手もわかったようで、国歌斉唱中にスタジオ内がざわつくような様子もあったぜ。これから試合をする人たちに迷惑かけるんじゃないわよ。これにはアイルランドメディアも迷惑男のジェルボ69が国歌斉唱を潰したという見出しで取り上げて、スポーツ界で最も迷惑で招かざる人間であるジャーボがアイルランド対日本を前にした国歌斉唱でピッチに入り込み、午後のアビバスタジアムが冷やかしイベントの不幸な犠牲者となったと厳しい口調で責めている。なんというか、どっちがいいっていうのはないけれど、パクった上で迷惑もかけて、とことんガイアールさんに負けているわね。そうだな。本当にこっちは救いようがないと思うぜ。というのもジャービスはこの1週間前にも、プリンシパリティスタジアムで行われたウェールズとニュージーランドの試合前にも乱入をしていて、2週連続での犯行だったんだ。うわ、こんなの毎週やっててもワンパターンでうざったいだけじゃない。度重なる行為に対して世間では一生懸命頑張っている選手への侮辱だ。モラルも減ったくれもない、いい加減逮捕しろなど怒りの声が集まっているぜ。てかこれで逮捕していないのが驚きよ。ジャービスは完全にこの試合乱入を持ちネタにしているらしく、ラグビー以外にもアメリカンフットボールやクリケットなどでも望まない登場を繰り返してきた。本当になんで逮捕しないのか、なんで YouTube はチャンネルを停止しないのかと世界のスポーツファンから非難が殺到しているぜ。マジで YouTube こそが諸悪の根源っていうのはかなりあるわよね。チャンネルも動画も多くて全部確認できないのは仕方ないけれど、これだけニュースで話題になったならピンポイントでチャンネル停止すればいいだけだもん。またこういうことが何回も続いてしまうと、当然ながらスタジオ側の警備体制についても疑問の声が上がってしまう。ジャービスが選手に危害を加える気がなかったとしても、こういったことが簡単にできて逮捕もされないと世間に広めてしまうことは模倣犯を生み出したり、本当に選手に危害を加えようとする人物の行動を促してしまうぜ。本当にこういう迷惑系 YouTuber は直接的か間接的か、いつか何も関係ない人の命を奪いそうで怖いわ。絶滅してほしい。ということで、今回は世界の迷惑すぎる YouTuber たちを5つ紹介したぜ。どうだった？日本でも海外でも迷惑系が邪魔者なのは変わらないわね。結局、迷惑系のやっていることって親の気を引きたい子供と同じだからな。それも何の力もない子供だから許されているだけで、大人がやったら自分は何もできない人間ですと言っているのと変わらないぜ。そんな大きい子供に巻き込まれる周りの身にもなってほしいわ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。